1977年の上、オトイネップ駅と周囲約1キロメートル範囲。上が中トン別方面。すでに無人駅で防線化されている。かつては木材がたくさん望みされていた駅裏のストックヤードは現成状態に戻りつつある。周囲もほとんど民家がない。横に並行して国道275号ビフ河川が走り、 左下端の国道脇にこの写真の2年前に並行した小中学校跡が白く残る。さらに、左下隅には、北大のジム胸の赤い屋根が見える。現在この一帯は、全くの無人地帯と化してしまった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上おといねっぷ駅は、北海道中川郡おといねっぷ村阿ざ城、 音いネップにあった北海道旅客鉄道店北線の駅である。電報略号は顔。同線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。1987年から臨時駅となっており、廃止直前は下りの一番列車のみが停車し、上りは全列車通過していた。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。 ホームは線路の西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては千鳥城にずれた短式ホームに面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。交換設備運用廃止後は線路は撤去されたが上り方面ホームは残存していた。太平洋戦争以前には周辺の森林から出荷される木材を積み込むためのヤードを有していた。 無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、ホームに接していた。木造板壁で、柱を露出させてその間を建板で埋めるという、遊びの入ったデザインの駅舎であった。当駅の所在する地名から。地名は、オトイネップの古源ともなったオトイネップ側の上流に位置するところから付けられている。上、オトイネップ集落があり、 上、おとネップ小中学校が存在したが、離農により、集落が消滅し、現在は無人地帯となっている。上、おとネップ駅ホーム跡及び線路跡。写真上が、商店別方面九百九十七年時点では、駅舎、ホーム、信号機器設備が残存していた。駅舎は、廃屋一歩手前の状況ながらも、納期材を基場に再利用され、2 0 0年9月頃までは、 残存していたが、倒壊の危険があるため取り壊された。駅舎があった頃は、当時の椅子などもそのまま残存していた。2009年秋時点で、国道から駅前広場までの数十メートルの道、駅前広場、石積みのプラットフォーム、おといネップ方面及び、ショートン別方面への線路跡が確認できた。ホームや線路跡には、草木が生い茂り、貨物扱いなどを行った、 校内跡も原野化している。ホームは2010年時点でも残存しており、2011年時点でも同様であった。2014年開業100年を記念して、オトイネップ村民有志による天気北線上オトイネップ機関宿鉄道クラブが駅の修復に乗り出した。村の住民提案型町づくり補助金制度による助成を受け業者によってプラットホームの修復と 国鉄仕様を模したレプリカの駅名標設置が行われた。2015年8月4日、駅名標の除幕式を行った。2016年7月時点では、草木が枯られており、レプリカの駅名標が引き続き設置されている。また2011年時点では駅跡から 1km ほど、南稚内側に貨幣側を渡る、兄弟跡が残存していた。ありがとうございます。